垣です、先日は縦巻きの動画、皆さんコメント本当にありがとうございます。次のね、動画のタイミングでいただいたコメントの紹介、させていただきたいと思います。皆さんすごく丁寧にコメントをいただきまして、本当に参考になるコメント、アドバイスがたくさんありましたので、そちらの紹介できればなと思っております。でもしまだ、ご覧になってない方がいらっしゃったら、こちらの動画ですね、見ていただいて、何かご意見があればぜひ教えてください。で、前回縦巻きに登場してもらいましたので、今回は、干し柿出てきてもらいまして、どれくらいね大きくなったかっていうのをちょっと確認してみたいなと思います。干し柿は約半年になる個体でございます。で、あんまり普段から体重とか測ってないので参考にはあんまりならないんですけども、干し柿の体重をちょっと測ってみて、でそろそろね、今使っているシェルターがちっちゃくなってきたんじゃないかなと思いますので、シェルターをね、新調したいと思っております。では早速どれくらいね、成長したのかっていうのを、体重を測って見てみたいと思います。41g でございました。はい、ありがとうご協力。ということで、最初のね体重を測ってなかったので、どれぐらい大きくなったか正直ちょっと分かんないんですけれども、一回りぐらいは大きくなったんじゃないかなと思います。でね、干し柿さんは割と、シェルターの中も、そしてシェルターの上もねよく使ってくれていて、手狭になってきてるなという感じなので、大きなねシェルター今回もね自作していきたいと思います。